川の川島良いところ昔とこし歴史の街よビート入ってるよビート入ってるはい違うのキッドチャームだろ川島キッドチャームがはい、はい、ということでマネージャー後ろを振り返ってくださいドドンぐる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 バーお城ですね、はい、川島城というお城でございますけどはいね、僕は怒ってますはいなんでかわかりますか全然わかんないです今立ってるこの場所やはいちょっと下がってください今立ってるこの場所はいここ、ここというかこうはい僕19の時同級生にここでコクって振られてんのよここの小唄の前で川島小唄の前来てやつねそこで行かれてんのよ僕、うん、それはねそれは知らないですコクって振られてるから僕もでも怒ってるんですよえなんすかちょっとどいてください毒おこう木にあんまり頭上注意って書いてるパターンないでしょあんまないよなでしょここだけの話じゃないし、ね、まあまあ確かにねはいタイヤ埋まりすぎやしまあまあ何ここもうということで、まあ、川島城っていうお城なんですけど、はい、中は入れんみたいあそうなんですかうんなんか封じられてるというかなんかテニスコートありますけどねそこにそうそうそう徳島ってほんまにこう田舎の方に来るとね、はい、遊ぶ施設もだいぶ減ってくるんでまあまあ確かにせめてテニスはっていうだって徳島城もテニスコートありますもんねなんでお城とテニスが何なんですか、ね、なんかあるんかないや、わかんないですけど。お城ってこう。全国的にはあんまり見ないですけどね。徳島はそういう文化が。はい。徳島はもうお城を作ったらすぐ横にテニスコートを。はい。作らなければならないという。ここって何のあれなんだろうな、でも。何ですかね。でも立ち入り禁止って書いてない。あそこ階段とか登れるんじゃないですか。行ってみます?はい。お城があったってことは、はい、なんかその武将なりがおったってことじゃないですか、これ。ああ、そうですよ。川島さんがいたんですよ。川島がおったそうです。川島さんのお城なんで、これ。めっちゃ人んち見川島さん。ああ、いけるじゃないですか、なんか。でもなんか、あんま整備されてない感じの。まあ、確かに。いるんかなどうなんでしょう。あおおお。あ、川島城は現在休館中ですって書いてる。はいはい。ここまではいけるっていうことですね。スタンプやこれ見て、はい、みんな最低机に川島城を押しまくってる確かにむっちゃ川島城になってる試し押しなんでしょうねでも見てください城下町がお城下町見ますはい、うん、こんな感じですコスモ石油以外何も見ない川島まあまあまあでもこういう感じだったんじゃないですか昔からでもマネージャーこれ徳島豆知識でね、はい、今はどうか知りませんけど、はい、僕の世代、うん僕が今32なんで、はい、その世代は、こういう川島の町見てもらいましてね、はい、田舎でしょ、はい、でもこの川島中学校という、はい中学校あそして川島高校という高校が、はい、県内群抜きで可愛い子多かったんですへえもうなんて言うんでしょうほんま普通にこの東京のこの辺のザコモデルには負けんみたいなのが、はいはいはい、通ってます。川島高校の子や言うたらもうこれだけでステータスみたいな。うんうんうん。可愛い子がね、結構多い。どこ行くんですか?え?どこ行くんですか?もう帰るんじゃないの?カメラ回ってんのに。いや、もうちょっと撮っときます。こんな感じですか、川島城。もう見たって。もう見たいやいや、ずっと見たいでしょ、こんなもん。なんかないかな、他に。ないですよ、この辺。わあ。コスモ石油行きます、じゃあ。コスモ石油行っても何でも撮れんのよ。地域住民としてこの川島城をどう思ってるか、インタビューしに行きます。どうですか、これ実際。ありますけど。だってこれがブックオフに変わった方が嬉しいわけやん、みんな。いや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 、ほんと良くないよ。ここ立派な川島城って書いてあるんですから。まあまあ書いてるよ。これは立派やと思うよ。はいはい。立派やけど。そう、なんかせっかくやし、この、使えんのもったいないよな。ああ、お城もとか、その県の補助金とかこういうとこに使わなあかんよ。あまあ確かにね。うん、あれします?あの、脱出ゲームみたいな。あ、そんなんでいいと思うんですよ、もう。でしょ。だってもう、関係者おらんでしょその当時の末裔みたいなのもあんまおれへんでしょわからんけどね、うんうん、だからほんま脱出ゲームとかにすればこの辺に徳島市内とか下手しい県外とかから行って、はいはいはい、
っと盛り上がったりするとはまあ思います。そうですよね。嫌かもしれんけどね、昔からこれを見てきた人は。ああでも剣を活性化さすにはそういうのいるんよな、なんかわかるんやけどな、嫌な気持ちは、うん、これって当時のままなのかな、再建なのかな、どうなんだろう。当時のままではないじゃん、ガラスあるし。あ、そうか。まあ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 、それはそうか。はいはい。まあ、赤谷さんの大好きな検証会もありますけど、隣に。検証会大好きというか、行ってたよ、僕。理学療法学科行ってたから。はい。まあ、ということで。ちょっと。これ、何ですか？薬草園っていうのがある。見てください。はい。これね。うん。吉野川市川島町薬草園ということで。はい。これか。あ、ここが。なるほどね。薬草園になってるんやって。まあちょっと時期的にあの表現しづらい感じにはなってますけど。うんうん。これは立つわ。これで今日も最後いいです。はい。ニラの米ミラってめっちゃムカつくな。ちょっと。はい。今日は西の方に来ておりましてね。はい。いろんなところ撮影しようと思ってたんですが。はい。西の方ってなんか知らんけどね。めっちゃ同じ日に定休日が重なってるんですね。ああ、そうですね。ほんで、急遽聞いた川島公園でございます。はい。川島公園って分かりますか？つけ焼き場で喋ってますんで、ね。はい。ほら、今回は以上ということで。ありがとうございます。みんなもね、テニスコート見てきそうです。